アラビさん何見てるんですか。いや、物販の人売れ行きが気になる。現金の人も。え？現金の人ですよ。実際では売れてる。あの、まあ、なんか並びはさっき言われてきたんですね。いやー、緊張してきたなぁ。よし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 。集中してる。おい、集中してる。集中の仕方が集中してるわ。いやー、これはまずいぞ。あの、酒飲んでしょ。酒飲んでしょ。酒飲んでしょ。守れ以外は言っていい。あ、ほんと。お、どうすか、売れてんすか。おはようございます。酒飲んでしょ。渡辺さんどうですか。撮ってんじゃねえよ。心境。初めてのイベントということですが。いやちょっとね。いや全然緊張してないですけど。あ、緊張してないですか。緊張はしてないですけど。はい。いっぱい入ってね。あれっす。あれっす。ちょっとビビるっす。こんな人入ってる。でももうアトモスのトークとオンラインサロンの DMM。のやつで結構もう慣れちゃったんで、ちょっともう売れっ子で今月3回もトークイベントあるからね、ファインのねモデルもやってね、YouTube もやってね、ちょっとマルチな活動でね、ちょっと来てますね、流れが来てますから、ヤクルトぐらい来てんじゃないですか。村上君ぐらい来てんじゃないですか。村上様、渡辺様になります。どうですか、村上選手バレンティン超えますかね。いや超えてほしいですね、60本以上。昨日も打ちましたよね。俺今日朝スピードマスターつけてこようと思って、一応これがね、でつけたはずなんですけど、会場来たらないんですよ。あれ？あれ？時計のスピードマスター。で俺タクシー来そうそう。タクシーで来たんですけど、ワンチャンタクシーなんか忘れたかも。37万。電話した方がいいんじゃない？いやわかんない。でも家に置いてる、忘れてる可能性もあるじゃないですか。なるほど。だからライブどころじゃないです。37万が気になって、しかもなだったら上がってると思う。4月分、5月分、9月分。ちょっとね、それが気になって早く家帰りたいですね。思い出の時計だったりするんですよ。初めてそういう高い時計買ったみたいな。あので悩んでて、おかんが背中押してくれて、いやもうそれぐらい買えよと、23歳ぐらいかな、そんなもん買えへんのかいって背中押してくれた最初に買った高級時計なんで、ちょっと最初にしたい。手巻きなんですけど。手巻きですか。手巻きなんです。黒男好みです。そうなんですよ。だからちょっと思い出あるんで、ちょっとそれが本当に気になって、ライブどころじゃないです。そうっす。はい。ハラミさんどうですか、客入りは。え、客入りどうですか。まあまだ、ね、30分以上あるから、あの結構もういますね。トイレが多分ね相当やばいですね。トイレが多分2回ぐらい行く羽目になりそうですね。もう今日で8回ぐらい行きました。8回ですか。朝からいいからかな。もうだってこれ2回行ってあっちでももう1回行って行きずに、本当頻尿がやばいですよ。お酒入ったらちょっと心配です。お酒入ったらやばいですよ。毎回サインも。まあでも、皆さんがね、もし英語になってくれたら、そこで漏らすこともね、厭わないといけない。今日あの原口さん、トイレ行くときは私密着する予定なのでよろしくお願いします。お疲れ様です。あ、じゃあ12時間前にポップアップ行ってたやつの発言と。キャプテンヤカダンさんのイベントということで、いらしていただいたと思うんですけど、どうですか、率直に心境というか、まあ、本番前30分ぐらいなんですけど。はい、もう全然なんか、もう心強いお三方がいるんで、まあ、一部だけちょっとなんか僕が MC やるとかっていう話、まあ、でもそれぐらいしか聞いてないんで、まあ、なんか、お三方が、うまいことやってくんじゃないかって。ザ・他力本願。GK さんどうでした。他力本願。がもう相まってね、もう皆さんでね、でふわっとして2時間終わると思います。そうそう。何も伝えるもの緊張するわ。ちなみにあの視聴者側からすると、はい、GKさん、スニアカダンスさんって結構こうプライベートで含めて仲良さそうに拝見できるんですけど、あ、本当ですか。 GK さんの知っている公害できないスニアカ男子エピソードとかあったりするんですか。まあここで言わないちょっとあれですけど、全然違う。準備してそれで言うと、僕はそれこそ何度か、渡辺君がね、いつも、スケジュール合わなくて、夜ご飯一緒にする、食べるってなったら、原口さんと今野君と僕みたいな感じで、結構話が深まってって、ご飯を食べた後も、僕の事務所のところで食べたりするんですけど、ずっと飯食って、ずっと飯話して、で、本当に、11時過ぎぐらいになった時に今途中で止めたけど、どっかのタイミングで
原口さんの意識が飛ぶっていうのはね。クセルと M 売り切るの。あとは20分ぐらいですかね。あと20分ぐらいですね。あ、一番いいぐらい。そうですか、一通り今場当たり的なリハーサルも終わりましたけども。大丈夫でしょう。そんなに心配することないような気がするんですけどね。またその場その場で。その場その場で流れ楽しむ感じですね。気にしすぎでしょ、これ。見てる。こいつ。気にしすぎでしょ。なーって。こんぐらいね、かかってる方がいいかもしれないですけど。いや、まあ、リラックスして普通に臨めそうですね、うん、まあなんとなくもう流れは昨日ね入れたんで大丈夫かなと頑張ります。あと楽しむだけと。そうですね。だから心配なのが酒飲んだら俺と原口で喧嘩しちゃうんじゃないかみたいな。GK さんゲストで聞いてくださいよ。俺以上は気にしてくれない。それで言うと今回ゲスト GK さんだと思うんですけど、GK さんにこうオファーをさせたなんか理由というか何かあったりされるんですか。いや、なんかこれ結局信頼関係みたいなもんだと思ってて、フリートークじゃあ誰ならできるかなって考えた時に、なんか一緒にやったことある GK さんが一番適任っていうか、一番全員楽でお客様も心配しなくて見れるっていうか、結構フリートークになると思う一人喋んない人が出てくるとお客さん心配になると思うんですよ。ジーケンさんいたら多分そこは大丈夫かなっていうところで、だからゲストのジーケンさん、うん、っていう感じですね。あ、そう、次回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 最後終わってからみんなと乾杯あるんで、そこら辺でまたいろいろ個人とも話せたらいいなっていう感じですね。だからまず今日雨っていうので1個みんな下がってるんで、まあ、気持ち1個上がってもらって帰ってほしいなという感じですね。だから俺ね結構今憂鬱なのがね、これよりこれ終わってから飛び出しに行かなきゃいけない居酒屋、ちょっとそっちが今居酒屋行くんか、ちょっと今日多忙なんですよ珍しく。まあまあまあ、なんとかなるでしょう。ちょっと頑張りますわ。じゃあ、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。気合入れて。はい。ぶちこましましょう。はい。行きましょう。はい。よし。音量もちょうどいいことがあった。落としてみて。どうも、それともいいです。あ、ご苦労さん、お願いします。じゃあ、お願いします。ありがとうございます。俺たちのイベントなんだけど。全部持っていかれたな。はい、ということで。